はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、東京オートサロン2018メルセデス AMG GTR です。はい、しっかり見ていきます。ボディカラー自体はゴールドだね。ちょっと抑えめのゴールドっていう感じかな。でルーフの部分がブラックのメタリックになってます。で正面から見るとメルセデスのエンブレムだね。上の方にもプリントされてるね。で横から見るとこんな感じです。で後ろの方はテールライトは赤の塗装になってます。で反対側はこんな感じだね。でリアウィングがブラックの樹脂パーツだね。で通常版のボディカラーはグリーンのメタリックだったけど、このゴールドのメタリックもすごいかっこいいね。でタイヤはサスペンションがついてます。でドアの方が開くね。運転席は左ハンドルで、なんか微妙にハンドルがゴールドになってるけど、これは塗装のムラかな。はい。で裏の方を見ると AMG GTR ナンバー7番の2016年の車種だね。すごい後ろも細かく作られてるよね。はい、こんな感じで東京オートサロンで発売された4台並べてみました。でこの中で個人的には一番形としたらこれがかっこいいかな。でもこのレクサスの内装もかっこよかったよね。で東京オートサロンのすぐ後ぐらいにメルカリでこれ4台買ったけど、だいたい4台セットで4500円ぐらいだったかな。ちょっとプレミアって感じかな。はい、今日は東京オートサロン2018のメルセデス AMG GTR 紹介してみました。で今回のオートサロンのトミカの中では一番これが個人的にはかっこいいかなと思います。でボディカラーもちょっと抑えめのゴールドっていうところもいいよね。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方お願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。